さあ今回やっていくのは、挨拶は、おっと忘れてました。ハッピーハロウィーン。お餅をぶん投げてやろうか。ごめんちゃい。ってことで改めまして、明けましておめでとうございます。正月から騒がしいやつだな。お正月だから騒がないと、騒ぐといえばウィンターフェストが終わって、新しい武器とアイテムが登場してますね。エンフォーサーアサルトライフルとフローベリーフィズですね。エンフォーサーは長距離で効果を発揮、フィズは秒以上で効果を発揮します。なるほど、今回は新登場の武器を使う動画なんだな。違います。はぁ、新しい武器が登場したのはこの動画を録画した直後だったので、もう記憶が残っていなくてできませんでした。実況者やめちまえよもう。ってことで今回は最弱ミシッと呼び声の高い、フレンジーオートショットガンを使っていきましょう。まったく正月らしくねえな。チャンネル登録と高評価をね、一つはいよろしくお願いします。でなんでボスのいる場所じゃなくって一番近いガソリンスタンドに？ふっふ、それはここで整えてから行った方が。名前付きの初動が怖いからですよね。ヨウムー、何をバラしてくれてんのや。確かにこのチャンネルの動画って初動バトルの場面は存在しないもんな。それが理由だったのか。なるほど、バレちまったらしょうがねえ。乗るしかねえ。このビッグウェーブに乗ってるのはランボルギーニだけど、現実で考えたら十分すごいと思います。はい、では早速ボス付近に着地。歩いてきたのに着地ってどういうことよ。おやおや、先客がおるやないの。はい、では極悪武器と名高いクラスター付き爆弾。おう、結構いいダメージが入ってんじゃないのよ。すかさず追撃しましたが防がれています。これは降りずに上からアサルトの方が良かった説あるよな。しかーし、そんなことは言い訳にならない。倒せたら成功、それ以外は失敗。事なかいではその2つしか存在しない。いつになく霊夢が熱くなってるな。振りも吹き飛ばしそうな勢いですね。謎ステップを踏んでたトラちゃんは放っておいて。トラちゃんってかボスだろ。さっき逃したサーフウィッチの敵さんを捜索。先に敵さんを倒した方がボスと戦いやすいよな。そう、特に今回のボスはメダリオンも落とすから取り合いが激しいんだよね。流暢に戦ってるとそのまま玉られるなんてことが毎回。そこまで毎回起こるわけないだろ。謎のボットさんを倒しまして、おい、敵さんも屋根からボスを狙ってんのかよ。落っこちてった。すぐに追撃した方がいいんでね。それもそうよわね。そうはよねってなんだよ。丁寧な。まさかこの時期にこの言葉を発することになるとは。雪だるまみたいに溶けちゃった。今の時期にしか言わねえだろ。いや、真夏の雪だるまって言葉があるように、雪だるまって夏の季語だと思ってた。お前の頭ん中ではな。ってことで一旦聞きましょう。ってのは嘘でーす。サーフウィッチを発見したので進撃オーバー。飛び上がってー、見事なカッキル。今のは綺麗に決まったな。空に向けた下打ちを見ましたけど、オートショットガンの連射なんで勘弁してくれやマジで。よっしゃ、邪魔者はいなくなった。一旦離れて前を取ってからボストラちゃんに挑んでやる。いいぞ霊夢、あと少しだ。やっべ、外圧的なクラスター突きを投げてきやがった。まともに食らったらカッキルだからな。一旦離れてケイクだ。ケイク、野沢風に言うなよ。カイクだろ。で、おい、玉子に来た敵さんが普通におるやないの。まだ残ってたみたいだな。私フラグを立てた覚えはないんだけど、とりあえずブッシュでキルッとキルキル。チソーレー、あの野郎、見事な玉を決めやがってからに。まああれが普通の戦法だよな。そういう言葉はこっちが冷めるからやめなさい。霊夢さんは初夢から覚めてないようですね。ということでガンガン攻めていくわよ。チソーレー、チソーレー、チソーレー。おい、さすがに切れちまったよ。スイッチ真っ二つにしそうだったぜ。機種差別はやめてください。じゃあここはカットで。動画編集でごまかそうとしてももう遅いぞ。じゃあ今回も乗り込んでくぞ。戦闘の音は聞こえないから降りてる人数は少ないかも。この空中に留まる弾薬箱をぶん殴りたい。さっきも言ったけど、これはウィンターフェスト終わるギリギリの録画だから、このプレゼントがあるのは許してくれ視聴者さんよ。じゃあこういう場面こそカットしろバカタレが。レンジャーピストルなんか宝箱から出たことにすればいいだろ。まあ動画編集の話題になるとカットしろだのカットしないのだの必ずその話になることが多いよね。不思議。まあ簡単に笑いを取りやすいからだろ。それもそうか。わーはっはっはっは。笑いよりミシック武器を取ってください。そうと決まれば敵さんを間引くぜ。ボットとの戦闘音に引きつけられた敵さんがまんまとやってきた。さあこんなところで負けてられないぞ。おーと、これは一瞬一体だが、私の方が一枚上手だったようだ。冬らしい見た目のスキンでしたね。私のスキンが冬らしくない言い方だな。そんなことはありませんよ。なんと霊夢さんのスキンは今月のクルーパックスキンです。どうだ、思い知ったか。誰に向けてマウント取ってるんだよ。よいーん。さあ霊夢が敵さんの方向へぶっ飛びぶっ飛び。この奇襲には耐えられまい。ボットじゃなかったら返り討ちもいいとこだぞ。このプレイスキル、オラ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 、トラ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 になっちゃってますよ霊夢さん。よっしゃ、あと少し。見事ボスを倒すことができたな。玉押しに来た敵さんもいないし、このままミシックを使わせてくれ。敵さんの足音は聞こえるけどな。おいおい、ようやく見つけたぜ。ちょっと来るのが遅かったようだな。この敵さんもボットっぽい動きだからノーカウントで。ってことで、ようやく待ち望んだこの光景。マジで何回かかったんだよマジで。動画の構成上4回失敗したことになってるけど、実際には9回も失敗してるんだよね。ちょっとかかりすぎじゃねえか。さすがにプレイスキルが低すぎる。そうは言ってもミシック武器を取れたことには変わりない。なのでこのマッチでビクロイを取っても万が一負けたとしても全てを無に返して終わりにします。実況者としてあるまじっこい。ラグナロックかなんかですか。現状点で2位が6トーン。何これ。フレンジーオートショットガンをサポートする武器たちをカスタマイズ。だからさっきのは何なんだよ。価値格演出でしょ。だったらこんな場面で流すもんじゃねえ。圧倒的に絵が地味なんですよね。カスタマイズしてるのがマッチで一番興奮するだろう。まあ男の子はこういうの好きだけどよ。出すんなら敵さんとバトル中とかそういう時に出しとけよな。じゃあ早速敵さんを探してこの最弱ミシックをぶちかましてくか。そもそもオートショットガンって最弱武器じゃねえだろ。ミ
ミシックの中では最弱と呼ばれてますけど、私はスナイパーが最弱だと思うぜ。だってヘッドショット当てればレアドなんて関係ねえからな。白だろうがミシックだろうが、ヘッドショットでワンパンだぜ。スナイパーに白はありませんけど。エアプがバレたわね。っておいおい、敵さんが全くおらんやないの。試したくても全く打てないよな。ってことで、ここら辺でゆっくり実況ではおなじみのコメント返信コーナー。おおまたコメント返信のコーナーか。それくらいコメントが来たってことだよな。いや、質問のコメントは残念ながら全く来ておりません。じゃあなんなんだよこのコーナーは。コメントを募集するコーナーですね。じゃあコメントを捏造してそれに返信すればいいじゃないですか。って思ってるマリサとそこの視聴者。まあちょっとは思ってたけど、過去にやったことあります。そういえばあったよな。でもそれをやっててすっごい悲しかった。一人でコメントを考えて一人でそのコメントに返信する、そんな悲しいことなんてあるわけないよね。実際にあったんじゃねえか。ってことでぜひぜひコメントお願いします。別に質問形式のコメントじゃなくても嬉しいので大歓迎だぜ。おいおい、やっと見つけたぜ敵さんよ。もう残りの敵さんが4人になっちゃったじゃないか。どれだけ運が悪いんだよこいつは。ってことで久々の敵さんなのでガンガン突っ込んでいきましょうや。さあミシックオートショットガンを先行して2発当てていくレイム。敵さんのシールドが割れたぞ。おそらくこの敵さんはメダリオン持ち、早くしないとガンガンシールドが回復してしまうからな。っていうかやっぱりこの連射力はたまんねえな。おい、ダッパッパー。おいおい見たか。おい、見事にミシックオートショットガンがぶっ刺さったんだぜ。私のゴビをパクるんじゃねえよ。でもかなり活躍したよな。この敵さんメダリオンを2枚も持ってたから正直危なかったけど、まあミシックオートショットガンだけで倒せたからよしとしますかね。さああとはビクロイを取って締めるだけだなこの動画は。負けたとしても終わるけどね。そういやそんなこと言ってたけど、メダリオン3枚も持って負けることはありえねえぞ霊夢さんよ。スナイパーのヘッドショットはメダリオン関係なくワンパンだけどね。怖いから変なクラブ立てるんじゃねえよ。と言いつつ次のメダリオン持ちの方へ向かってませんか。メダリオン入っていうのかな。やっぱり3枚も持ってると勝てる想像が容易にできちゃうんだよね。あ、これ負けるやつだ。よし、いたいた。顔出したらお前の最後。おいおい、お互い相打ちになってんぞ。畜生、あいつもスナイパーだったか。だが私にはミシックオートショットガンがついていてくれてる。これだけ離れてたら当たらねえけど。じゃあしょうがねえ。あの敵さんはミシックアサルトで葬り去ってやるとするかね。おい、これどうすんだマジで。宣言通りやめるけど。まだ8分になってませんけど。あ、そう？それならまずいよね。じゃあラストね。ラスト、金のオートショットガンが金の宝箱から出てきた。金の宝箱って普通の宝箱じゃねえか。このオートショットガンでミシックオートショットガンを狙いに行こう。先ほどボスが倒されてましたよ。ってことはボス戦後の敵さんとバトルになるって感じか。うん、金庫の入り口にいるんだよね。どう押すかなー。こうするんだよ。天井天下にイガドクソン霊夢来たー。このチャンネルでも類を見ない好プレイ。おいおい、オートショットガンが3つも揃っちまったよ。なんていうクソみたいな構成。クソクソ言うなよマジで見てろよ。おっと、そこの敵さん、お前の命はここまでだ。もう一人敵さんがいるけど大丈夫か。え、マジ何にも状況把握できてねえじゃねえか。よっしゃ見つけたわいな。このオートショットガン爆裂構成を解くと見やがれ。かなり押されてね。いや、私にはメダリオンもついている。こんなところで負けるわけにはいかない。チソーレ